水彩。水彩、水彩とは、水を溶剤とする絵の具、及びその絵の具を使用して描かれた絵画のこと。水彩絵の具で描かれた絵を水彩画という。水彩画は、絵の具を塗っていくというより、色水を塗っていくというイメージの方がむしろ、適している。空気の薄さや透明感、空間、それらを出すのにとても最適である。 また比較的低価格で購入することが可能で、幅広い年齢層に親しまれている。水彩画の歴史は非常に古く、旧石器時代のヨーロッパで洞窟に描かれた絵にまで遡ると思われる。少なくとも、エジプト王朝時代から、写本彩取のために水彩は使用され、特に中世ヨーロッパでも使用され続けてきた。中世の彩色写本はもともと、パーチメント、 羊の皮や、ベラム、子牛の皮などに、卵白テンペラで描かれていたが、次第に紙にアラビアガムの転色材で描かれるようになった。ベラムでは、紙のような滲みの効果は期待できず、技法的に現在の水彩とは、隔たりがあった。芸術の手段としての継続的な歴史は、ルネサンス期から始まる。ドイツの画家アルブレヒト・デューラーは、植物、動物、風景を描いた、優れた、 水彩画を残していて、水彩画の最初期の代表的作家であると考えられている。ドイツのハンス・ボルを筆頭とした重要な水彩画の流派が、デューラールネッサンスの一部として存在した。このように古い歴史がありながら水彩は、バロック時代の油絵画家からは、スケッチや模写あるいは漫画、サイズの小さいデザイン画の道具として使用されるのが一般的だった。 この初期の水彩画において目立つ存在といえば、英国滞在時のアンソニー・バンダイク、クロード・ロラン、ジョバンニ・ベネデット・カスティリオーネの他オランダ、フランドルの画家が挙げられる。しかし、水彩画の歴史において古くまた重要な伝統は、植物画、生物画であろう。植物画は、ルネサンス期に人気が出て本や、 新聞の基範画に彩色を施したり、羊皮紙や紙に描いたドローイングに彩色を施したりしたものであった。植物画は初期から成功で完成した水彩画の分野であり、今日でも対象をフルカラーで理想化し明確に捉えまとめることができ、特徴により科学的な出版物や博物館の出版物のイラストレーションに使用されている。生物画は19世紀に ジョン・ジェームズ・オーディボン等により最盛期に達した。今日でも多くのフィールドガイドは水彩画で彩られている。いくつかの要因が重なり水彩画は18世紀に、特に英国で広く普及し、貴族の子女、特に女性にとって、教養の一つとなっていた。一方で、水彩は官邸家、測量士、軍人、技術者等から現場で、地政、防御施設、 地形を記録する場合や公共の事業や依頼されたプロジェクトのイラストを作成する際の利便性により高く評価されていた。ディレッタンティ協会1734年結成が資金提供した地質学や考古学の探検にはアジア、アメリカ大陸、地中海沿岸での発見を記録するために水彩画家が同行した。このような背景から地質的風景画家の需要が 高まった。彼らは当時の若者に人気のあったイタリアへのグランドツアーの名所の土産用の絵を量産した。18世紀後期、英国の牧師ウィリアム・ギルピンは英国の田舎の旅を記録して大人気となったピクチャリスクな旅の本を書いた。その本は彼自身による教会の廃墟、古城、渓国をモノクロームの水彩で描いた絵で彩られていた。彼の本は 個人的な旅行機での水彩の人気を高めた。これらの文化的、技術的、科学的要求、旅行者、アマチュアの興味が重なったことにより、英国の水彩画は国民的美術と言えるまでに発展普及した。当時活躍した偉大な水彩画家には、トマス・ゲインズ・バラ、ジョン・ロバート・カズンズ、フランシス・タウン、マイケル・アンジェロ・ルーカー、ウィリアム・パース、トマス・ハーン、ジョン・ウ,ォーウィック・スミスがいる。 ウィリアム・ブレイクは、同伴が年を一緒に反国して手彩色を施した本をいくつか出版したり、ダンテの新曲の挿絵を手掛け、大きな水彩によるモノタイプを試行したりしている。18世紀末から19世紀にかけて、印刷された本と英国内で生み出される美術作品の需要が、水彩の需要を飛躍的に高めた。水彩画は風景画集や旅行者の土産となる。 同伴画の元になる資料として使われ。また、水彩のオリジナルの作品や有名な作品の武者をコレクションに加える上流階級の人も増えた。ルドルフ・アッカーマンにより出版されたトマス・ローランド・オソンの風刺画もとても人気があった。水彩を成熟し独立した絵画のメディアとして、確立するのに3人のイギリス人に功績があったとされる。イギリス水彩画の父と呼ばれる。 ポール・サンド・ビー大きなサイズのロマン化的、または、ピクチャレスクな水彩風景画の先駆者、トマス・ガーティンそして、水彩画に、最高の宣伝と完成された作品としての地位を、与え、何百という卓越した部、知史、建築、神話の分野の絵画を水彩で作成したジョゼフ・マロード、ウィリアム・ターナーである。彼は段階を追って、水彩画を作成した。最初に濡れた紙を薄い色で大まかに、 色面分けした後、ウォッシュやグレーズによってイメージを整えるという手順で思考業的工場並みの効率性で大量の作品の制作を行うことが可能だった。このため、その類の初めてのものとも言える彼の個人的ギャラリーの売り上げも一役買っておく万長者になることができた。ターナーやガーティンの同時大臣で非常に才能があり、重要な作家にはジンバーリー、 ジョンセル・コットマン、コプリー、フィールディング、サミュエル・パーマー、ウィリアム・ハベル、サミュエル・プラウト等がいる。スイスの画家のデュークロもサイズの大きい、ロマン派的な水彩画で広く知られている。アマチュアの活動、出版の需要、13階級の美術収集、19世紀の絵画テクニックが合流し、現在の英国王立水彩画家協会の前身である。 水彩画家協会や新水彩画協会、スコットランド水彩画家協会が設立された。これらの協会は、毎年展覧会を行い多くのアーティストに、コレクターを紹介するほか、つまらない、美術上の地位の争いや、美学上の論争、特に伝統的な透明水彩とボディカラーやッシュと、呼ばれる、不透水、彩りの間の舞台となった。ジョージ王朝時代後期から、 ビクトリア朝時代は水彩で最も印象的な作品が作られた英国水彩画の絶頂期といえる。その当時の代表的な画家は常期のターナー、バーリー、コットマンやデビッドコックス、ウィリアム・ヘンリー・ハント、ジョン・フレデリック・ルイス、マイルズ・バーケット、ホスター、フレデリック・ウォーカー、トマス・コリアー等が挙げられる。特にリチャード・パークス・ボニントンの趣きのある。 宝石細工のような風俗画は1820年代に国際的な特にフランスとイギリス水彩画のブームを起こした。日本には山和絵、肉筆浮世絵など繁華以外で長い絵画の歴史がある。油彩を含めた西洋の絵画が伝わると日本に従来あった技法を踏まえた国産絵画は日本画と呼ばれるようになった。水彩画は幕末から 明治初期にかけて伝わり、明治三十年代後半に大きなブームとなった。水絵、水絵とも呼ばれた。普及に大きな貢献をした画家、大下藤二郎は、明治三十四年、1901年に入門書、災画のしおりを刊行して、ベストセラーとなり、明治三十八年、1905年には、専門雑誌、水絵、美術出版社を創刊した。 水彩絵の具は透明水彩絵の具、ウォーターカラーと不透明水彩絵の具、合ュに分類される。形態別にはチューブや瓶入りの練り絵の具と固形絵の具があり、固形絵の具には半乾燥させたパンカラー、キャラメルカラーと乾燥粉末を固めたケーキカラーがある。透明水彩、不透明水彩ともに主原料は顔料と転色剤であるアカシア樹脂。 アラビアガムでその他保湿剤や防腐剤などを含む伝統的製法では保湿剤として蜂蜜や水飴が使われるが産業革命以後に工業的に生産されるようになってからはグリセリンが広く使われているアラビアガムは固化しても再度水に溶け出すため水彩絵の具は乾燥後も再使用できる透明水彩はアラビアガムを多めに含むことで 分散する顔料の隙間から、指示体、紙などの色が透け、薄い塗りに適する。不透明水彩は、顔料と増粘剤を多めに含むことで、指示体の色を覆い隠し、厚い塗りに適する。見た目にも透明水彩は光沢を帯び、不透明水彩は艶消しになる。屈折率の高い油に一貫して覆われる、油絵具とは異なり、水彩絵の具は水を溶媒とする都合から、 着色顔料と転色剤との屈折率の一致がもたらす透明性は利用されていない。ただし高い屈折率を持つ白を混ぜることで不透明感を強化する技法は古典的なガッシュ、ボディカラーとも呼ばれるの処方として使われてきた。一般的に単に水彩といった場合は透明水彩を指すことが多く、不透明水彩はガッシュ、グワッシュと呼ばれ、 技法上も異なる発展をしてきたが、併用は珍しくない。商業美術用のポスターカラーや日本の学童用水彩絵の具も不透明水彩に分類されるが、これらは作品の長期保存を考慮した専門家用絵の具とは異なり、より安価な顔料、体質顔料、アラビアガムの代替であるデキストリンを多く使用する。また、日本の学童用水彩絵の具は濃く使うと不透明。 薄めると透明性を低する、中間的な性質に調整されており、半透明水彩絵の具とも呼ばれる。水彩画の保存性は、絵の具のみならず指示体や、画層も含めて考慮されるべきだが、水彩画の、体、光性は、決して高くなく、美術館の展示では50ルクス3000時間、年程度の制限照度が推奨される。油絵は50から200ルクス3000時間、年程度。 専門家用絵の具では、色ごとの使用顔料と体、光性等級の表示が慣例であり、ASTMD5067、D5724 には、品質、表示の規格が定められている。水彩絵の具に使われる顔料は、鉱物などを原料とする無機顔料と、石油など有機化合物を原料とする有機顔料に大別され、一般的には有機顔料の体、 光性は劣る傾向がある。しかしながら、伝統的な無機顔料には、重金属を含むものが多くあることもあり、中一項参照、高堅動性を備えた、新しい高級有機顔料の利用、開発が進んでいる。また退職の原因にもなる酸などの汚染ガスに、対しては、転職剤のアラビアガムが、多少の保護効果を持っていると考えられている。メーカーにより、 絵の具の粒子が荒いあるいは細かい。同じ色名でも、ヒューや、チント、大体顔料を中心として顔料が異なる、同じく色味も異なる、対、光性や発色性など特徴が存在し、用途により、様々なメーカー製のものを利用することもある。国内メーカーではホルベイン、草壁、ハルゾ、マッチ、ターナー等。海外メーカーでは、ウィンザーニュートン、ウィンザーニュートン、シュミン系。 ダニエル・スミス、ペリカン等が知られている。水彩筆に使われる絨毛の種類は、イタチやリス、牛、馬、豚など、それ以外の素材では、ナイロン製など多数存在する。近年ではナイロンに特殊な加工を施し、動物毛に近づけたものも売られている。特にイタチやリス毛を用いた筆が適するとされている。イタチや天の毛で最高級のものを、コリンスキーと呼ぶ。 費用対効果が高いとは言えないが、素晴らしい効果を上げる。フランスのラファエル、ラフイルや英国のウィンザーニュートンのシリーズ7などの評価が高い。短軸の筆が水彩用として販売されているが、製作の現場では長軸の筆が使用されることもある。油彩筆の中でも水彩に適するものもある。ただ油彩筆でも豚毛は硬くて腰があるので髪を痛める危険性があるので、 使うのを避けた方が望ましい。ただし、豚毛の水彩筆も存在するのと、表現の技法によりその限りではない。マングース筆を使う人もいるが、豚よりは柔らかくても使用は避けた方がいい。水彩用の紙は、一般には水彩紙と呼ばれる専用の紙を使う。不透明水彩では製図用の剣と紙なども使われる。極端な例では吸水性が良い紙で、 水墨画風に描ける紙も存在する。水彩画法では微妙なぼかしをするために、描画前に紙を濡らして描くこともある。その他、キャンバスに水張りしたもの、ブロック状のもの、ボード状のものなどが用いられる。薄手の用紙だと反り返ってしまい、描きにくい場合には、3 0 0ム程度の厚さの紙を用いると良い。ある種、ウォーターフォード、ストラスモア、ラングトン、 ワトソン等が知られている。原料はコットン、木綿、パルプが多い。中には竹やガラスを原料としたものもある。今はあまりないが、布くずを原料としたラグを原料とした紙もあって、最高品質で耐久性が非常に高い。それぞれに特徴を備えており、コットンは乾きにくい、パルプは乾きやすいといった性質を備える。当然のことながら、絵の具と、 同じく絵の質感が左右される重要な画材である。そのために目的にあったものを選ばなければならない。例えば製造者により、ボタニカルアート向けなどがある。髪の色もナチュラルホワイトや、ホワイトなどが存在し、透明水彩では、髪地の色が絵の具を超えて透過することが多いため、その差が大きく出る子もある。髪は、基本的に、細め、中め、粗めと表面が区分され、 さらに紙の厚さにより 300g 等と分けられる。例えば粗めは絵の具の乾きが遅いため、にじみやぼかしの技法に向く。細木は紙の目が邪魔にならないので緻密な絵に向く。中目はどの技法もある程度無難にこなせるため初心者向きなどの特徴が存在する。他にも吸水性が良い紙、極端なものでは引き気味の紙等特徴を備えているものもある。紙は 個人個人の表現の差が現れるため重要であるが、結局は表現の方法や使用する技法、人の好みであるため使用される紙は、多種多様である。水彩には、主に透明画法と不透明画法、合種があり、画家によりその使い分け、併用の程度は異なる。透明画法は、ウォッシュ技法を基本として、塗り重ねにより色が深くなる重色効果を利用し、白や単色は、 塗り残しや薄塗りによって髪色を利用して表現される。不透明画法、ガッシュは隠蔽力のある色で塗られ、白や単色を含むすべての色が絵の具自体の色で表現されうる。ガッシュは透明画法に比べて過失修正が容易であり、着色紙や油彩用の合毛の画質が使われることもある。水彩画は紙完全な白紙や微妙に黄色かかった白紙。 大胆な例では完全な色紙によってもその質感は大幅に変わる。ウォッシュ技法では水分が多く流動性のある絵の具を扱うが、このコントロールにも紙は影響し、例えば粗めの紙を用いると、絵の具がくぼみに止まりやすく、粒状性のある絵の具の効果が現れやすい。また吸収を抑えるサイジング、滲み止めの強い紙を用いると、乾きにくい分描画時間に余裕が生まれ、 吸収されにくい分発色が鮮やかになる。必要に応じ画面を傾斜させて描く画家もいる。以下は主な技法である。その他様々な技法が存在する。水彩画は筆を使用して描かれるというイメージが強いが、歴史を積み重ねるにつれ様々な近現代的、工業製品が多数出回り、その身の回りのものが画材となり得るのが水彩画の大きな特徴である。 例えば、植物の茎の表現にラップを溶けるという最大の特徴を持つ水彩絵の具への洗いの拭き取りに綿を、またはスポンジを利用したり、草の表現に櫛を利用したりもできる。そのため無数に技法あるいは画材が身の回りに無数にあると言ってよい。無論、それらも人によってもやり方は様々である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。